はい、今回は、王位戦の記念対局、藤井聡太王位対里見香奈女流王位の対局をご紹介します。この対局は、藤井聡太王位の圧倒的な強さが見れた対局となっております。持ち時間は、これハンディとして、里見香奈女流は60分に対して、藤井聡太王位は、10分でした。その10分で、女流棋士の最強棋士里見香奈女流をなぎ倒したという対局となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速先手からの指し手を見ていきましょう。はい、先手は里見香奈女流王位です。はい、初手は、5六歩でした。はい、やはり里見先生、中飛車と振り飛車とで、よくやっぱり中飛車を指すので5六歩、を指しました。そして、次、聡太先生は8四歩ですね。で、聡太先生は相手が居飛車、振り飛車関係なく後手番の時やっぱ8四歩が多いですね。はい、そしてここで7六歩と突きました。はい、そして、3四歩と突きましたね。はい、ここで5五歩と位を取りました。はい、これはもう昔からのある形ですね。はい、そして聡太先生は6二玉。はい、ここで里見先生、もう里見先生といえばもう中飛車、5八飛車です。里見先生もやはりこの中飛車で聡太先生どこまで通用するかというところを体験したいというところでしょう。これは公式戦ではありません。非公式戃でもやはり、ね、是が非でも勝ちたいという対局となっているでしょう。そしてここで聡太先生は4二玉ですね。そして里見先生ここで4八玉、そして3二玉と、ここでお互い、はい、飛車を囲み始めましたね。ここで1四歩と指しました。はい、そして1六歩です。やはり、中飛車の時はやっぱ端歩を、突き合うのが多いですね。はい、そしてここで、聡太先生は4二銀と来ましたね。はい、これ中飛車に対抗するには聡太先生はこの2枚銀を活用するんですけど、やはりここはね、4二銀と上がってきました。はい、そして里見先生は2八玉。はい、ここで聡太先生は、はい、8筋の歩を伸ばしてきました。ここで、はい、7七角と受けます。そして7四歩つきました。はい、はい、ここはもう銀が上がってくる準備できましたね。そして里見先生、これで里見先生もここで6八金と上がります。はい、そして銀が上がってきましたね。7三銀。これはまあお互い銀の上がり合い、競争ですね。どっちか一歩でも遅れてると、これはもう攻められちゃうんで、ここはお互い銀が上がってきました。はい、6六銀。これはもう里見先生も百戦錬磨の対局となっておるでしょう。はい、ここで聡太先生、はい、やはり2枚銀の、はい、基本ですね。3三銀と上がってきました。はい、この瞬間に5四歩と飛車先の歩を突いてきましたね。はい、そして同歩に同飛車と指しました。はい、ここでですけどね、ここで何か歩をこう打ちたい、打ってしまいたいかなというところはあるんですけどね、意外とこれなかなか捕まらないですね、飛車がね。まあ、取るだけなんで、取って、まあ取って、まあこう6五銀と出ますけど、こうなったら5三飛車に、これはね、よくアマチュアがよくあるんですよね。アマチュアの人が蓋して飛車を閉じ込めれるかと思って、思ったけど捕まらないというパターンですね。なのでここは聡太先生4四銀と出ました。はい、ここでもう素早く、ここでは逃げますね。
はい、ここで5九飛車と逃げました。はい、そして、5二、ここで5二金ですね。5二金と上がります。ここで4六歩と突きました。そしてはい、宗達先生ここで桂馬を活用してきましたね。7三桂、もう2枚銀の形、基本的な形できましたね。戦闘態勢が整ってきました。はい、ここで里見先生も一旦3八銀と上がって玉を囲います。はい、そしてここで宗達先生早いですね。ここで飛んできました。6五桂馬です。もう早くも6桂馬飛んできました。昔昭和の時代でしたら桂馬の高飛び歩の餌食といってね、なかなか桂馬を飛ぶタイミングじっくり考えたんですけど、もう今の将棋は AI も発達して、もう桂馬飛べるときに飛ぶという将棋になっております。はい、ここで、はい、結果ね、当たってるんで、6八角と受けますね。これも取るのは同銀として、これは普通にもったいないですね。もうどんどん銀が攻められて、これは良くないですよね。まあ4五歩とあるけど、まあ下がられて、これでもうどうかなというところですね。もうこの銀も活用されて、こうもう8筋がちょっと攻められて、この形見たらもうアマチュアやったらもうそこ、もう突破されそうな感じになりますね。やはりこれはプロでもやはり、桂馬取らず角は下がりました。はい、この瞬間8六歩ですね。8六歩、はい、同歩と取りました。はい、ここで宗達先生、はい、5五銀とできましたね。はい、5五銀、はい、これが2枚銀の強さですね。銀がどんどん出てきました。この食い止めないとやっぱり中飛車、負けてしまうので、この2枚銀をどうにかしないとダメですね。はい、ここはもう同銀と取りました。同銀に対して、はい、同銀ですね。はい、ここで、はい、7七桂と飛ぶんですね。7桂飛びました。はい、まあこれ取ってくれたら、まあ同角ですね。同角として、まあ先手逆にありがたいんですけどね。あの8筋の歩を守って銀にも当たってるということで、だけどさすがに宗達先生こういうことしません。ここは、はい、そうですね、6四銀と一旦バックしました。はい、これはもう桂馬取りに来ましたね。はい、6五桂と取ります。はい、これでこの下がった銀で、桂馬を取りました。この銀の活用もさすがうまいですね。はい、そしてここでやはりこの2筋が突破されそうなんで、ここで7八金と里見先生上がります。はい、ここですね。ここで宗達先生、はい、これも強烈ですね。これが5六桂、はい、5六桂どんどん押さえつけられてるんですね。角がどんどんいじめられてるし、ちょっとこれはどうするのかというところでしたが、はい、これ5七角と逃げました。あれじわじわもうちょっと2枚銀が効いてどんどん押さえつけられて、これはもうちょっと先手が苦しい形になってきましたね。はい、ここで、はい、指した手は7七銀打つんですね。7七銀と打ちました。はい、7七銀と打ったんですけど、これは、はい、取れないですね。角が効いてます。取れないんで、まあ、7九金と下がりますが、ここで8六飛車と出てきました。もうこれ一手一手どんどんもう 後手の圧力にどんどん押されてるって感じです。はい、ここでね、ちょっと里見先生も、これはもう黙ってたらダメだということで、4五歩と、ね、ついていきました。はい、ここはね、4五銀もあったんですね。このやっぱり4五銀として4五銀もあったかというところですかね。まあ、これでもまあまあわかんないですけどね。4五銀と打って、まあ8七飛車成と来て、まあ5八飛と刺して、
だまだね、これ分からないですけど、まあ、3-1と格下がったら、6-9KS とかね、この金を狙いに行く、こういう手もあったかなって言うんですけど、まあまあこれもまだまだ分からなかったです。はい、本譜はここで4五歩と突きました。4五歩に対してここで8七飛車成となったんですね。なって、はい、この伸ばした歩で、ついていきましたね。はい、ついていったんですけど、はい、ここで、はい、蒼太先生は同角と言います。はい、そしてここで里見先生、この持ち駒は銀を使いましたね。横で4五銀と打ったんですけどね。はい、そしてこれ蒼太先生はこれはもう角が逃げます。はい、逃げたのを見てここでね、ちょっと疑問手出ましたね。ここで里見先生3九角と下がったんですよね。下がったんですけど、ここは、ここですけど5三歩とかも良かったかなというところですね。5三歩と打っておく、もしこれまあ同金だったら、これ桂馬と、ここで、桂馬だったらここでまあ4七銀と桂馬を狙いに行く、金をつなげるというか、ですけど、まあ、こうなったら、まあ、まあ、この桂馬守るために、7六竜といって、もうここでまだ8四飛車と、角と、出れてね、この金をつなげた分、こう角もなれるということもあって、これまた一局だったかなというところだったんですけど、はい、ここでね、やはりちょっと里見先生、これ3九金と下がっちゃって、ここでも評価値もちょっと、後手にグッと振りましたね。はい、これを見て蒼太先生5七歩と打ちました。これでもねちょっと厳しかったです。はい、5七歩です。はい、これは、はい、ここで同飛といきました。もう同飛ですね。同飛といって、はい、ここで蒼太先生、はい、4六角と指しました。そしてここで、里見先生、ここで5四歩と指したんですね。5四歩。はい。これも5四歩。はい。ここでもちょっともう後手で振りましたね。ここで。これも、ここからちょっともう後手にどんどん、評価値が振ってたんですけど、この5四歩、やっぱりここがポイントだったんですね。5四歩やったら、やはりこう一回5三歩の方が良かったかなというところです。同金とね、取らせて、ここで5四歩ですね。そして下がりますけど、はい、そこで 4七銀と攻めていくのも良かったかなと。まあ、3五角と下がったら、5六銀とね、桂馬剥がしに行って、あ、動きちゃうんですね。こっちの銀ですね。5六。バックして下がって、まあ、固めつつ、ね、いけますね。これはまあこれと飛車取れますけど、これはアマチュアだと取っちゃうんですけど、これ取ったらダメですね。角打ってこれで一気にもう先手寄っちゃうんで、まあ、これも、まあ、角取れないんですけど、まあ、こうなっても難しい一局だったかなというところですね。ここで、まあ、ここはもう時間もなかったんで、里見先生も、まあ、仕方ないところだったんですけど、はい、里見先生ここで、はい、5四歩だったんですね。はい、ここでまた評価値5点振りました。はい、そして次ですね、7六竜ときました。はい、気がたくそうだったんですけど、7六竜ときましたね。そして次に6九金と下がりましたね。次ほっといたらやっぱ銀が、もう6八と置き換えた、これはもう負けますね。ゲームセットなんで6九金といきますが、ここです。蒼太先生さすがでしたね。ここでタイミング、絶妙タイミングきました。1五歩とここで
端歩が来たんですね。これも最高のタイミングでしたね。はい、こう来たんですけど、これは、取らなかったですね。取らずに、まあ、ここは2六桂と打ったんですけど、ここもやはりこれでちょっと疑問視でした。ここでも後手がぐっと振ったんですよね。ここでそしてまあこれを見て、そうですね、1六歩と来ましたね。まあ、この桂馬以外何があったかっていうと、ここはまあ4七飛車と、まあ、粘る手、飛車をまあ取られると、ここでもう取られるとあまり良くないので、ちょっと避けておいた方が良かったかなというところでしたけどね。ここからまた、まあ、それでもまあ角取りなんで、まあ、7三、まあ6四ですか、6四とかにかわして、またここから攻めが続くんでしょうけどね、7八歩とかって。だまあ、依然としてまあ後手が有利でしたけど、まあ、はい、本譜に戻ります。本譜に戻って、こう2六桂だったんですけどね。まあ、これもちょっと勝負手、まあ、桂馬飛んで、もうやはり受けてられないということで、2六桂だったんでしょう。はい、そして、蒼太先生はここでね、1六歩と、絶妙のタイミングでまたね、足入ってきました。そして、ここで、里見先生は1四歩です。1四歩と垂らしましたが、はい、ここで蒼太先生はね、これも素晴らしい、4四歩、ここで4四歩。この手も素晴らしいですね。もう銀に当たってるし、あとですね、これまあ同、結局これ3四、こっちに行ったんですね、3四銀、行ったんですね。3四銀と行きますが、はい、ここで、またそうだですね、3三歩ですね。この角がどんどんもう、窮屈なところ、窮屈になっちゃいました。2五銀、これ銀がね、どんどん離れちゃって、結局ね、ちょっと攻めにも守りもちょっと離れちゃったということになっちゃいました。はい、このタイミングで蒼太先生は5四銀、こうね、ここで歩を払いに行きました。はい、これもね、最善手です。素晴らしい手です。落ち着いてますね。もう、冒頭でご紹介しましたが、蒼太先生、持ち時間10分でしたからね。10分、里見先生60分です。その中でもね、もう最善手、すごいやっぱり、もう、神がかった手を、短時間でも刺されます。はい、そして、ね、ここで先手は5八金と上がりました。はい、ここもね、そしてここで蒼太先生は6五竜ですね。これも厳しいですね、6五竜。まあ銀にも当たってるんでね、これまあ銀、ここで下がりました、3六銀。下がったんですけどね、ここで蒼太先生来ましたね。ここで端を来ました。これまた絶妙なタイミングです。そうですね、やっぱ視野が広いですね。やっぱり1点だけじゃなくて、もう本当に端も見ています。じっくり。はい、これ、まあ、同桂ときますが、はい、ここで、はい、蒼太先生、2四歩と指しました。はい、2四歩ですね。はい、ここで、はい、里見先生、はい、4七飛車と、飛車をかわしますが、これも角取りなんで、まあ、下がりました。7三角。そして、里見先生、ここで1三歩成。もう苦しい状況ですけどね、もう、はい、1三歩成。もう、これも飛車も閉じ込められて、角も閉じ込められて、なかなか動けない状態なんですけど、そして、同桂といって、そして、これ1四歩と指しましたね。はい、これはそしてここでこの桂馬がどんどん飛んできましたね。もうこの桂馬勢いつけてしまったっていう感じですけど、こういう時相手にとっては嫌ですよね。どんどん桂馬飛んできて打った歩が空振りっていう状況なので、これちょっとねやっぱり里見先生もうこの時点でかなり苦しかったですね。はい、そしてここで6六歩と里見先生つきます。はい、これはもう同銀と取りました。はい、同銀ならずですね。そしてここで、はい、2五桂とね、桂馬を剥がすとるんですが、はい、ここで同歩。はい、そしてここでもう角を切ってきましたね。6六角とこう切ってきました。もうこれはもう仕方なかったですね。もうこれはもう
守ってられないということで切りました。はい、そしてここで、ソータ先生、ここで、まあ、24K と打ったんですね。これもすごいですね。24K。すぐにやっぱこう、銅、竜と行ってしまいそうですけどね。取っちゃいたいですけどね。こうなったら、まあ、5七金とこう、まあ、がっちり守られて、ちょっと竜をはじかれてからの4四飛車と。これちょっとまあ、まあ、これでもね、どんどんまあ守れますけど、ちょっと、ね、気分悪いですよね。4三金と言って、こう、また。またちょっと先手が飛車活用されちゃうんで、ちょっと後手としては嫌なので、これはねさすがソータですね。すぐ取らずに24桂と打ったんですね。これはもう素晴らしい手でした。24桂。そしてまあここで4四飛車と来るんですが、ここではい桂馬と言います。3六、はい、銀を剥がす、守りの駒を剥がす、ね、王手です。はい、取れません、ね、角が効いてます。角が効いてね、取れません。つい取ってしまいそうになりますけどね、取れません。なので1七か、玉と下がりますが、ここで飛車を弾きましたね。4三歩取って、まあ、2四飛車と行きますが、このタイミングで、はい、角を取ってきました。6六竜。はい、ここですね、ここで、持ち駒で、ね、打ったとしても、これね、玉逃げられちゃうので、もう、はい、5四飛車と行きますが、はい、これもまたね、ソータ先生、ここで1五歩。これすごいですね、1五歩。はい、これももう、さすが詰将棋チャンピオン、どんどんもう必死にかけていきます。はい、ここで3九金。3九金と指しますけど、まあ、ここで1六金でしたね、1六金。そして、まあ、これは、はい、1八玉の一手ですね、1八玉に、そして2六。はい、同歩ですが、ここで、はい、ここで、はい、4五角打つです。はい。これ厳しいですね。飛車取りです。飛車取りですね。飛車取りかつ、もうこれ、もう、次もう飛車逃げたらダメですね。例えば、まあ、飛車逃げたら、これはもう4八桂なんで、これはもう、秋王手。秋王手かかるし、もうこれはもう必死ですね、ほとんど。なので、もうこれも、こうなったらもうダメですね。もう、打っても3球。これも終わりですよね。まあ、この時点でも、もうこれはもう防ぎようないんでね、もうどうしようもなかったんですけど、ここで、はい、4四桂と打ちます。そして、そうですね、ここで、まあ、ひらりと2三玉とかわしたんですが、はい、ここで、はい、里見香奈女流王位投了しました。106手で藤井聡太王位勝利となりました。持ち時間10分というハンディ背負っての聡太先生対局でしたが、もうそれも見事に、もう瞬殺です。もう10分でね、相手は持ち時間1時間もあるのに、もう圧勝するというやつ。さすが聡太先生、もう強さがもうね、この対局でもよく分かった対局でした。あ、この後ですけどね、このこからですけど、もうこの先手どうしようもないですよね。先手がどうしようもありません。もう攻めるとしたら、2四銀ですか、2四銀と攻めます。まあ、これ同玉と来ますけど、ここで5二、まあ、桂成として、まあ秋をですね、かけますが、はい、5四角と、まあ、飛車取ってきます。で、ここで、まあ、2五銀、打つんですけどね。はい、ここで、まあ、まあ、結局、2三玉と逃げたんですけど、まあ、まあ、どっちでも一緒なんですけどね。まあ、結局、まあ、同銀でも結局一緒なんですけど、2三と来て、2四と打って、これ3二金と逃げました。そしてね、この、次も王手が、もうこれも1六銀と銀を払ったとしても、ここで5二金、要のね、この成桂がもう取られてもうダメですね。もうこれでもう攻めることできないので、もうどうしようもなかったですね。もうプロの一環としては、もうこの、はい、投了図106で、これでもうこれ無理だということで分かったので、里見先生、
これはもう、投了ということで、致し方なかったということです。蒼太先生の、里見香奈さん先生に、里見香奈先生を瞬殺するという、記念すべき対局でした。